J.P. ニッケの前村でございます、えー。日本 I.G. f タスクフォースに J.P. ニッケは事務局もやっていますが、設立を兼任として関与いたしております。あの設立あのどなんどういう目的でということなんですけども、あのまあ一つはこういうふうなあの、えー、とですね、えー、提案推進みたいな仕事を したいと IGF2023 を盛り上げていきたいというふうなことなんですけどもあの政府にあのいろんな形でですねその IGF2023 が成功するように、えー、といろんなお手助けを民間から するべきなんじゃないかというふうなことで立ち上げたんです設立発起人が、えー、IAJAPAN さん JAPA さん、えー、と IGF2023 に向けた、えー、国内 IGF 活動活発化チーム、えー、と通称活発化チームと言ってますけどもそれとワイドプロジェクトという、えー、この5つの設立発起人で、えー、と立ち上げました、えー、経団連さんに日本経済団体連合連合 はい、3にも協賛、えー、と,ということで、あの告知協力などあのお願いしているところであります、そういったことが日本の IGF タスクフォースというもので、えー、ともうすぐですね、あの会員の,あの、えー、と入会、えー、ご案内などできるようになると思いますので、えーと、どうぞよろしくお願いいたしまますすす以上でででよろししくお願いいいたそれは再度前村ござます。それではえーと えっとそんなにあの長いものではないんですけども、えっ、ー、とそれで見えていると思います。それでは参ります。Igf とは何かということで、えっ、ー、と説明のパートはですね、私の方から Igf とは何かという概要の説明をして、それでえっ、ー、と小林さんの方から、えー、セッションえっ、ー、とのなん、えー、でしょう、ね、提案の仕方というふうなところを、えー、ご指南いただくというようなことです。えー、なぜあの私自身はあのセッションの提案をしたことがなくてですね、セッションにあののパまあパネルに乗ったことはあるんです。 ですけども、えー、提案したことがありませんでということで、そういうふうな役割分担にしました。えー、それでは参りましょう。えっ、ー、と、IGF とは何かなんですけども、えっ、ー、と、あ、これは先ほどご説明したんで飛ばします。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。はい、えっ、ー、と、まず、あの、 様子をなんかあの見ていただく方がいいのかなと思って、まずこういうものを準備いたしました。えー、とまず左上からですけども、こんな感じの、まあ、結構大きな、えー、ホールで、えー、ディスカッションをしますよと。であのこれはたびたびというのかあの、よくあるパターンとしては、国連の、えーとえー、設備の中でやるということがありまして、あの国連、えー、フォーマットになってたりするんですね。という感じです。えー、これががまず1番目で、えー、と左の下が えとフロアマイクにいろんな人が並んでますね、それで、まあ、帽子かぶってたり、えー、と宗教的な装束であったり、スーツであったり、えー、とポロシャツであったりと。 えとそれとでしょう、ね、あの肌の色も違うしとかですね、まあ、そんな感じでいろんな方々があの、えー、参加をする、えーとえー、会議だということとあのこういう形であの誰でもあの、えー、と自分が思うことを発言できるという,いう,ふうな精神が強要されているという,ふうな感じだと思ってください。えー、と真ん中の上なんですけども少し小さなあのカンファレンスルームを使ったセッションというのもたくさんたくさんあります。えー、真ん中下 あのこれが1つの、えー、とメイントラックと言われている一番大きな、えー、セッションの、えー、パネルの様子なんですけどもあのまたいろんな、えー、民族というのか人種の方がパネルに並んでいるということをご覧いただけるんじゃないかと思います左の方なんですけども左の上あの、えー、出会いの場でもありますということでこれあの私と一緒にです、ね、並んでいるのはあのラテンアメリカの えと関係者なんですけども、お久しぶりに会ったねと言ってあの、まああの、カクテルレセプションみたいなところで、あのこういうふうにあの休校を温めるといいますか、ネットワーキングを、えー、広げたりです、ね、維持したりできるということです。右下です、えー、と昨今です、ね、ハイブリッドの会議になっておりますので、セッションによっては、えー、と登壇者の全員がとかです、ねあのー、あるいは、えー、とあどだ大部分が、えー、とバーチャルでっていうふうなこともありますということで、まあ、こんな感じの 様子だというふうにお考えいただいてください。 で、IGF というのがどういうところかというのをあのすごく端的に言うとすると、この3つなんじゃないのかなと思います。それ,にそれ以外にも話すことはたくさんありまして、もともとの,です、ね、の,こ,の,のこのスライドというのはもっともっと重厚な、えー、どういう歴史があってみたいなことを書いてたんですけども、今回はそれはざくっと削りまして、あのどういうものかという、今、今どういうものかということを書いています。ま、えー、まずですすね、2000 IGF2022 人ぐらいい現地に集います、えー、との えと実績がそう2千何百何十人とかで、すねであのそれにプラス足すことの、えー、とハイブリッドというのか、リモートでご,ご参加なさったのが1000人とかいらっしゃって、全部で3000人とかという規模なんですね。なので、えーと、3000人という規模のインターネットイベントというのは、他にはちょっと見たことがないあの、いろんな数字を見比べるんですけども、なかなかなくて、おそらくこれがあのいあの一番世界最大のインターネットイベントと,、えー、と、インターネットの祭典というふうな言い方を私よくします。華やかかなもんですからとということが 1>, 1つで2番目がえっ、ー、とマルチステークホルダーの対話の場という風うにしております。えっ、ー、と国連の主催なので、あの例えば成果文書があるとかですね。えっ、ー、と国連の会議というのは普通はですね。加盟国の担当官が、えー、頑張って交渉をして。 えー、成果文書の、えー、テキストをあの一言一句で頑張ってあの交渉するみたいなことなんですけども、えー、IGF の場合には非拘束の対話の場ということで、しかも、えー、加盟国の、あのー、政府だけではなくて、いろんな人が出てこれるというふうなことです。3番目、誰でもセッション応募ができるということで、今回です、ねあの、セッション応募どうやったらできるのかということをご説明しようとしているということですね。 それで、えーと、インターネット自体とインターネット上という、まあ、絵をちょっと出してきたんですけども、えー、IGF はいろんなことをお話しできますんで、えー、とインターネット自体のことも、えー、話題に出てきます。それで、あのこれあの、インターネットの基盤の上にインターネット。 の社会が乗ってるっていいいいいるるとうふうななな感じじにに見,見ていただけんゃか思ますインターネットの社会というのはもうあの皆さんこの、この感染症化でこの3年間ぐらいでですねあの自宅からも仕事ができるとかほとんどすべての業務あの会社のための業務が自宅からもできるとインターネット越しにできるというようなことを実感なさったと思うんでですねインターネットの基盤の上に本当に社会が、えー、と拡張してきているということでその上で起こるいろんなことを IGF で。 えと対話をして、えー、と解決に導いていこうというふうなことで、IGF やっておりますということです。であの、非高速な対話の場という言い方で、まあ、そんなもんで何かあの解決していくのかということなんですけれども、えー、これはそもそも、 えとまあ、こういうふうな仕立てになっているということをちょっとあの図式図式というのか、端的に書いたんですけども、さまざまなステークホルダーでインターネット基盤のあるいはインターネット上の課題を対話すると、で対話して、ああそうか、そういうふうなことになっているんだというふうに理解が広がっていくと、その,あの理解がよ,あのよりよく理解できた分、えー、それぞれのステークホルダーの権能で、 それを反映していくと各国政府であれば公共政策に書き込んでいくでしょうし、えー、とプライベートセクターというのか、えー、と事業者の皆さんであれば事業者の事業方針にそういった声を反映させていくというふうなそういった形であの、えー、インターネットをよりより良くしていくということがあの、まあ、考えとしてあるということですね。 それで、あのーまあ、マルチステークホルダーの対話の場ということで、あのここにあの、えっと、どういうふうなことがを、えーまあ、想像すればいいかというと、例えばここに出してきたのは、ですね、あのー、内閣府、えー、知的財産本部の,あの海賊版に関する総合政策、あ総合 対策、えー、メニューっっってて言ましたっけね、えー、総合的な対策メニューというものであの少しフォントが小さくて恐縮なんですけども、えー、と上はですねあの著作権け、えー、教育や意識啓発といったあのそういうですね教育的な啓発によってど,どうにかしていくってところから、えーと広,告をえー、広告収入を止めるとか法執行力をあの強化するとかですねフィルタリングをするとか、えー、あるいは検索サイトで対,応対策するという言った 感じでですねあの海賊版を対策する上でも、えー、様々なあな方向性というのか、やり方があるということがご覧いただけるんじゃないかと思います。こういうのを、えー、IGF の上でで、すねあの、えー、こういう問題があるんで、こういう人たちがあの考えるといいんじゃないですかというふうな対話はあのできていくと、あのステークホルダー、いろんなステークホルダーがインターネット上の問題に対処していかなきゃいけないということが分かるんじゃないかと思います。その一例ととししてちょっとここで、えー、ご覧に入れました それでですね、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。なんか変になってます。えっ、ー、と、はい、えー、それで IGF で従って扱っているテーマというものをちょっと出してきました。ここでに、あのー、ご覧に入れているのはですね、えー、IGF2022 のセッションの中でですね、ワークショップとオープンフォーラムといわれているセッションがですね、全部で110余りあるんですね。その110余りのり、えー がえー、と去年2022年の場合だと、えー、全部で5つの領域に分けられているんですね。で全ての人々をつなぎ人権を保護するというものとインターネット分断を食い止めるっていうテーマと。 データを統治するというテーマと、安全セキュリティ任説明責任を実現するというのと、AI を含む最先端技術に対処すると、であのこの5つに大別されているんですけれども、その中でももう少し細かくですねテーマを見ていったときにあの、こういうふうな感じの,あの、まあ、サブテーマといいますか、領域のお話がされていたということなんですねでそれぞれぞのテーマにに関して非常にですね。 あのー、数がそんなに多くはないんですね、だから、えー、逆にさまざまなあのテーマが、えー、話し合われているということがご覧、えー、い,いただいて分かるんじゃないのかなと思います、つまりな、まあ、何でも話すことができるというふうなことですね。 ととお考えいいいただければううふうに思いますそれで、えー、IGF 会合のタイムテーブルの例ということで、これ、再度ですね、IGF2022 のスケジュールを持ってきてるんですけども、えー、こ,のここでご覧いただけてるとおりです、ね、11パラレル、11セッションのパラレルというあの、もうちょっと考えられない数があるんですね。なんで、えー、と11、えー、セッションパラレルで、えーとえー、午前中午後でそれぞれですね、あのーまあえー、1日通して1つの部屋で6、7個 セッションができたとすると、ですねそれであのまあ77セッションが、えー、と1日にできるわけですよね。で、そうすると、えー、デ,イデイゼルド、デイワン、デイツー、デイスリー、4日間で、まあ、300セッションを超えるわけですね。まあ、そういうふうな大量なセッションが繰り広げられるというふうなことです。 でえー、とその IGF を運営しているのがどういう形で,で,ですかというと、下からいきますと、事務局は、えー、国連の経済,安ああ経,済経済社会局ですね、えー、UNDESA が担当しておりまして、そこにですね IGF 事務局というあの一団が、えー、数人のチームなんですけども、あります。で、ここが事務局を、えー、担当いたしまして、えー、とそれ、えー、事務局が、ね、マルチステークオードアドバイザリーグループというのを、えー、招集します。でえー、ママググと言ってますけどもマグはどもはうういうふうな、えー えっと、えー、グループかというと、えー、プログラム編成を担います。えー、4、4つのステークホルダーセグメントで、えー、ご、ご地域、ご、えー、区分、これで、まあ20、20、二十えっ、ーえー、と、地域足す、えー コーラーセグメントがあるんですけどもそれぞれに2人ずつという感じで 40, 年40名で基本的に構成されていますと,であの、えー、と今からですねワ,ワークショップ提案を各にどうしたらいいのかということをお話をしていくんですけどもそうやってしたためられて送られたワークショップ提案を えとですね、マグが、えー、吟味をして先行していくというふうなことです。えー、とこの場には、えー、とマグの現メンバーでいらっしゃる日本,、えー、日本から、えー、とマグのメンバーとして選出されているカオシさんもいらっしゃってますので、えー、と何か、えーとですね、有用な、えー、とご指南などあるかもしれませんというふうなことですね。それ以外にもあのマグには、えー、とラ2023のホストである日本国政府からということで、えー、総務省国際戦略局の飯田さん飯田洋一さんもご参画なさっていますということです。 こういった方々がプログラムを構成していきますということです。 それであのセッションには、まあ、いくつかタイプがありまして、ちょっとあの字が小さくなった恐縮なんですが、えー、ワークショップ、えー、ラウンチーズア,ンアワーズ、ライトニングトークス、ネットワー,ネットワーキングセッションズ、プレイ,イベントというふうなことで、まあ、いろんなものがありますとで、えーと。ワークショップというのが一番一般的にあの応募でかかっていくという,ふうなことなんですけども、あの誰でも、ね、提案できるよというのはこれですね。えー、ラウンチーズア,ンアワーズというのは、まあ、いろんなあの、まあ、これはイベ,イベントというのか、まあ、表彰だったり。 えと何かの、えー、とキックオフだったりみたいなことをまあやらせてくれるというふうなことです。で、ライトニングトークっていうのは国内で、国内のセッションでもです、ね、えー、といろんな学会とかあの発表会とかでも、ライトニングトークっていってものがありますけども、えー、と非常に短い時間を充て,てられてで、何かの特定のトピックに関して説明をすると、まあ、時間としては5分とか10分とか、そういうものが多いと思います。 えー、あと、ネットワーキングセッションというのは、まあ、どちらかというとあの、発表というよりも、えー、みんなが集まって、えー、と交流するというところの、えー、ポイントですね。あとプリ、えー、プリイベントというのがありまして、これ、デイゼロセッションとも呼ばれてるんですけれども、デイゼロに関しては、あの初日あの、オープニングの前ですんで、まあ、いろんなあのさまざまなあのものをちょっと枠外という感じでやってもいいですよというふうなことが、あのまあまあ、売りというのかあの、いうふうなことで。まあ こういうふういなセッションがあるとほ、まあ、他にもですね、えーと、オープンフォーラムと先ほど申しましたけれども、こちらの方は各国政府であったり、のえー N、NGO の,あのステータスの皆さんがセッションを提案して、それが再利用されることがあるというふうなものでありますと、あのそちらはちょっと,あの、えー、と平場からあの誰でも応募できるということではないので、ここからは外しております。 というわけでですね、IGF2023 は、えーと、京都国際会館ということで場所も決まっています。えー、2023年の10月の8日から12日,、ま、12日までということになっております。そして、IGF2023、えー、す IG でにですね、IGF2022 で、 えー、ちょっと宣伝をしてきまして、えーと、京都のコンベンションビューローの方やです、ね、国際会館の担当者の方にもおいでいただいて、えー、とそれぞれからノベルティをです、ね、ちょっを準備していただいて、あのマイコさんのな、えー、とピンバッジをあのたくさん。えーとまあ 配ったら、えっ、ー、と IGF2023 の担当あの関係者というのかすいません参加者の皆さんのまあ胸元にですねマイコさんのピンバッジがちゃんとついてですねいろいろ宣伝してだいただいたなというふうに思います。そういうわけでえっ、ー、と IGF202310 月に、えー、ついに日本で初開催となります。えー、そこに向けてですねあの日本からえっ、ー、ととても充実したセッションがたくさん出てくると、えー、日本人がいろんなところでえっ、ー、とセッションに参加をしてえっ、ー、と、えー、東南 しているというふうなことがですね起こるととっても素敵なんじゃないかなと思いますそういったことであの今日のワークショップで提案チュートリアルがですねお役に立てればいいんじゃないのかなというふうに思っております私からは以上ですありがとうございました